はいこんにちは、えー、チャレナジーの清水と申します、えー、風車三兄弟の <laughs> あの鳥ということで <laughs> あのー、まあ、それだけあのー、改善の余地とそして、ね、それから規模のあるマーケットだというふうに思っていただければというふうに思います、えー、我々はですねあのー、チャレナジーという会社はですね、えー、2011年の震災をきっかけに 創業したベンチャー企業でございまして、まあ、会社のあの設立からあの足掛け10年かけてですね、あの風力発電をあのひたすら開発していますで。我々が開発しているのもあのパンダレーさんとかアスターさんと一緒で、まあ、日本の環境に合った風車を作ろうということでですね、あのプロペラを使わない風車を開発。 しているベンチャーでございまして、あ実際ですねもうあの国内ですと石垣島、まあ、それからあのフィリピンのバタネスというこちらも島にですね実際もう建ててます。で大きさもまあ、小型風車といえば小型風車なんですけども。 あの比較的まあ大きなサイズで1 0ットということで,ですねこれもまあ当時の,あの創業当時の,の FIT とかあった時代の,ですねあの市場調査なんかもあってこのサイズを作ったんですけども今まさに取り組んでいるのはさらにここの風車をどううやって大型化すするかということいで,すであの石垣島フィリピンのバタネスにこうあの立っててよくご覧いただくと違うんですよね <laughs>。 石垣島が本当に最初のいわゆるあのプロトタイプだったんですけどもあのそれを改善に改善を加えてフィリピンではまあ似て非なるものにすでになっているとただこれですらまだ大型化が難しいんですですからあの実質的にはまたゼロからあのまあ仕組みは一緒ですけどもあの大型化 100kW 以上目指すにはですねいろんなこうものを変えていかなければいけないでまさにその変える部分っていうのをですね、今回のプログラムで検証させていただきました でえーまあ、長期的と言いますか、ね、この今後数年の我々の挑戦としてはまず今回の風土試験やらせていただいたんですけども、まあ、その結果をもとにです、ね、今後数年かけて実際に100キロワット以上の実寸大のです、ね、プロトタイプを作って、えー、動かすんだと。 それを福島で作り福島でまあ開発し福島で作り福島で実証するんだという次の3年に向けての最初のステップを歩ませていただいたということでございます。で実際に何をやったかとというとですねああのまあ 風土試験なので小さいスケールモデルを作ってですね、まあ、いろんな1 0ットで我々いろんなことを学びましたので、まあ、それをベースに例えば風車の大きさであるとかあるいはその我々の風車って円筒と整流板っていう2つの要素があるんですけどもそ,のそれぞれのサイズの組み合わせだとかいろんなパラメーターがありますそれを全部変えながら大体百数十パターンのですねあの風ド試験をまあやりきったというのがです、ねまあ、今回の成果でございます。 で、動、えー、動画が動きますね。これがあのその百数十パターンのうちの一つの <laughs>、あのー、動画ですけども、まあ、ご覧の通り結構あのやっぱり静かっていうのが一つの特徴だったりはします。でえー ちょっとまだですねこれから特許を出すのであのパラメーターわざと伏せているところもあるんですけどもまあ、皆さんにお伝えしたいことはこのこの今回もう三つの成果が得られたということですで一つはですねあの大型化できる目論見を立てることができたとこれ一番の成果で十キロワットのその 設計のままだと大型ができないんだけども、ここをこう変えるとむしろ性能が上がって大型化もできるというようなパラメータが見つかったというのはこの一つですね。あの青とオレンジとグレーのグラフがありますけども、このグレーっていうのが今までの 10kW では実現できなかったあのジオメトリによってここまで性能が、まあ、ま 挙げられるということが一つ大きな成果でございます。でもう一つはですね、まあ、これはあのこれまでのあの風車の特性を再確認したということになるんですけども、我々の風車はですね、あの羽がなくて代わりにま円筒がついてると、あのパンタリーさんもそうですけども、我々の場合は円筒を回します。でその円筒の回し方で性能を変えられるっていうのが特徴で、その特性もちゃんと今回あの。 風でで確認ができてます。一番大事なのはもちろんあの性能もあの、まあ、今回の風洞試験ですと、まあ、20%弱出せたというのも当然あるんですけども本当に大事なのはここであのブレーキ使わなくても円筒を止めちゃえば風車は止まるというものすごく本質的に安全な風車になるということでございます。えー、ですのであの風がどんどんあの台風の時なんかはもう本当にあの 風速数メーターから数十メーターまでを行ったり来たりするわけですけれどもあのその時にもうこうやって円筒の回転数をどんどんリアルタイムに変えればですね性能が出せるということが分かったとあとはそのゆっくり回る風車というのも再確認ができたということです、えー、ですので結果としてはですねあの大型化に向けたあのこれまでにない 設計の見通ししを立てるこことがでできましたでこれは今後特許室外に予定です、えー、それから我々の風車の特徴であるあここに書いてますけどねさあの安全そして、えー、静かで、えー、怖くない安心そして鳥にも優しいということの,あの具体的な裏付けとなるデータが取れたということでございます、えー、で今後あの数年間先ほどもご説明しましたけどもまず、えー、今年の6月に 南相馬にこの小型実証機立てますでその後はあのはいよいよ 100kW のですねあの実寸大の大型化へ突き進んでいくということであのただ一つあの問題がございます、えー、小型実証機を今年の6月に建てるためには今月中にどこで作るか決めなければいけませんがまだ決まってませんので。 今日 <laughs> 決めたいと思ってます。皆さんぜひお話をさせてください。よろしくお願いいたします。まあ、最後になりましたが、あの非常にあの皆様あの福島の皆様にはあのご協力をいただきましてここまでやり遂げることができました。今後ともぜひよろしくお願いいたします。以上でございます。ありがとうございました。